にちは。こんにちは。今回はですね、はい、こうアマゾンにちょっと売ってあったんですけど、うん、生サンマが売ってあって、おお、うん、いいね。で頼みました。生サンマ。はい、こちら。おお、いいね。あ、うまそうやね、うん。生のサンマでございます。こっちを切りますね。はい、生サンマ。でこれ使って今回やっぱ新鮮生サンマじゃないと食べれない刺身、はいはい、と YouTube ショート見やったら、うん、味のなめろうみたいにサンマのなめろうができるらしい。初めて聞くね、うん、内臓とかも入れるとなんかさらに味わい深くなりますよっていう動画を見たんで、それをちょっと作っていきたいと思います。了解です。はい、結構ペロンといけるもん ねイワシ、うん、とかも刺身、はい、実はね美味しかけど本当食える人は短い、うん、足が速いっていうんですよ ねただね、本当あの油が、うん、尋常じゃないぐらい乗るやつらやん、こういったらしいやつら、そういう件、めっちゃうまいもん ねもちろん焼きもね、ですね、美味しいけど今回は生で食うけど、ちょっと、ね、結局なんか15匹ぐらい多分入ってるはずなんで、ちょっと冷凍して、そうね、うん、あの普通に、ね、昼休みじゃない、昼飯とかで焼きで使ってもらってもいいかなと思って、うん、それでは、はい、完成したらなんでドッキリそんなやつドッキリそうやなもんかなと、うん、一緒にやりましょうっていうやつだったけどな。一緒にね、まあ普通に三枚おろし、うん、で内臓も取っといてください、はい、よう冷えとんしゃ冷えとこれよしかばんこれよいしょ。で内臓をねピッピッピッって出しよってこうやって油やばほら上全部油うん、ほら、うん、ちょっとねサンマちゃん、すごいね。やばいやばい。でこの内臓も使いますんで、はい、間違っちゃいかんのは、うん、生食用のサンマじゃないとダメやけんね、うん、絶対本当に新鮮なやつじゃないと、うん、腹壊すかもしれないけどね。じゃあ次横で食いよったけん大丈夫やろうって食ってあーってなってね、責任は負いませんので、食うたけって言われてもちょっとあのね、うん、おー柔らかい、おい、マジ絶対うまいやろね、うん、触りよるだけで油が乗っとるのが、うん、わかるね。これもね、叩いたらね、食えるって言ってたからちょっと入れてみようかな、うん、はい、サンマの寿司とか食べたことないけどね、うん、ある一応ね、なんか、うん、セールみたいなやつが多分この時期になると出るんですよね、多分、うん、サンマフェアみたいな、そういう時にしかでも食えないから、ほんと時期もんですよね。うわ、身がもう、うん、グズグズなわけですね、うん、柔らかい。皮もね、なんかね、手で剥きなさった動画の人は、でも難しかったやろな。お、いけそうか。あ、やっぱり旗もちょっと、うん、はい、サンマ、初もんやった、うん、初サンマなかなかさばくことないけどね丸のまんましか夜間圏が、確かにね、うん、でも味みたいにね、いける。あ、うん、皮きれい。いいね、この剥ぐ音がね。あ、音いいですよね、これ、うん、ペリペリペリって剥ぐ音がいいですもんね。徳ちゃん壊れたいいやしじゃあこっちをなめろうにすっかな。こっちもなめろうにしようかな。動画一番最初何作るって聞いた？とくちゃん聞いた聞いたよね。うん、なめろう、うん、とえなめろうしていきますよしよし、適当にちょっと一口大にぶつ切りして、今日のこいつ話されみたいな感じで、うん、ちょっとね、怖かったね、ちょっとね、うん、記憶のないもんトコちゃん、手でいきたよ、手で、うん、うわぁ、なんかすげえ脂が乗ってる、うん、マジでしょ、脂すごいね、うん、玉ねぎ半玉分入れようかな。半玉分、うん、全玉入れたらそして大加老犬が全玉だからもう多分味付けながらこれ叩いていくのかな。よしよしよし、叩いていきます、はい、よし、じゃあこっちも舐めろ切っていきます。刺身にして
てかほら見てこの油の海苔、ね、この白かぶの油やけんね。うわー、じゃあこれ一本しゃぶしゃぶしたいね。確かにうまいでしょうね。しゃぶしゃぶもうまそう。でさっき取っといたこの腹骨と内臓の部分も、はい、こうやって多分腹骨もこうやって切って叩いて切ればこれで味にコクが出るらしいので、肝の匂いがすごい。あこれ苦手な人苦手かもしれない。うーん、ちゃんせん、なんかの柄。はい、いや、もう濡れる滑っちゃうんで、もう置ける置ける順に行こう。あ、はい、ネギとかもあったらいいのかな。お、よう気づきましたね、うん、今やっちゃう。あ、ここ出てる。なめろう茶漬けとかいいんじゃない。あ、うん、ご飯余ってそう。うん、で、うまいやろ。お湯かけて、うまいよ、そりゃあ、よっちゃんさん。でも、あれも美味しいと思うんですよね。なめろう茶漬け。あ、うまそう。あ、うまそう。ありがとうございます。乗っていただいて。いいね。キングギドラムとなってきた。よかい。メロなんか味噌入れてました。はい。あと、徳ちゃんが出してくれた生姜とニンニクも入れとくか。おい。しょうがなく入れたいけどね。いや、バレた。あ、バレてきたね。そのままお刺身で体の一本多かわってる。あれはな、こっちはわからん。二刀流でバラ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 ってしたりなさいよ。確かにこうね、とかしてね。あとは二刀流もバカにしとる。日本もたったら二刀流やな。遊んど遊んど左手すごい遊んでもういいかな。うわ、いいね。よいしょ、粘り気がいい感じ。じゃあ、茶の湯ば沸かすか。茶の湯千の利休、文化どうだったね。うん、会ったことある。うん、会ったことある。いや、会ったことあるわけど、うん、ずっとあの雑誌とか。いや、結構出たやつ。万の利休って俺ずっと呼ばれよったやん、あのお茶ばったやつ。そうなんですね。うん、知らん。うん、知らん、初めて聞いた。なんでお前万能利休って呼ばれよっかなって知った。あ、もともと千の利休って言ったね。だいたいタブってされとる、うん、俺は水を一差しするもんね。そういうけ前田刑事とかにもよう飲ませよった俺。よう飲ませよった。うん、いや、あいつの作ってくれた時に水が一差ししよった俺。いや、おいの技がさっとやったな、こいつって思いながらね。よし、はい、とりあえずは俺はだから完成ですね。もう完成、うん、じゃあ冷やしとくか、それは。そうね、うん、じゃあ冷やしときましょう。はい、はい、沸かします。あ、そうかな、万能利休が。はい、完成しました、はい、こちら、サンマのお刺身と、はい、サンマのなめろうでございます。はい、じゃあ食べていきたいと思います。食べますか。いただきます。いただきます。とりあえず刺身を食べたい。うん、ね、いただきます。そのまま、いただき。うまい。ない。とろっとろ。うわ、てか油がめっちゃすごい。生姜。めちゃめちゃうまい。生姜。あ、うまっ。生サンママジで美味しい。呼ばれたけんね。うん。とろっとろ。あ、うまっ。失礼いたします。止まらん。これうまか。誰がさばいたの？徳ちゃん。ビデオにさばいたじゃん。うま。うまっ、うまっ、うまっ、マジで美味しい、激うま。徳ちゃん、サンマは頭から食わんといかんよ。あ、って思ってこだまさんに。こっちやろ、徳ちゃんの。あ、うまっ、うん、なめろうも。ダメがちょっとすごいね、うん、ちょっとご飯に一旦乗っけて。うん、これ酒、これ大人の味。うん、いいよ。それね、醤油かけたら食べやすいのかな。ああ、ね、だだだだ、うん、大人の味これ。うん、いいよ。これちょっとさ、醤油、あ、うまいね、うん、うまい。サンマ美味しか。やめろ。あとちょっとお醤油ありき、うん、ちょっとお米と内臓ごといくった、うん、ちょっと苦味がだからある、うん、なめろうは、うん、大人の味。うん、うん、うん、刺身がバタイマが、うまい、マジめちゃくちゃうまい、うん、ご飯にも絶対合うこれ。でこうして、まあ2キロぐらい戻って、さ、これ寿司食いて、
ドカッと横行きますな。そして出汁を作ってもらいました。なるほどね。これやっちゃんさんがね、お茶漬けしたらうめんじゃねーって言って、うん、なめ茶漬け、はい、なめ茶漬けこれも醤油ばちょっと入れたらいいかな。醤油ないよ。うまっ。だしの、だしの良かね、これうまっ、スーパー正解ね、これ。うん、マジでうまい。サンマは本当にね、ちょっと生で手に入る人は、うん、ちょっとやってほしい、本当に。だけど今回はサンマをさばいて食べました。はい、ありがとうございました。うまっ。ご視聴ありがとうございます。釣り岡坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。